しますから、今から400年余り昔の戦国時代のことでございます。織田信長の譜代の家臣であった越州富山城主勝田成政は、信長の亡き後豊臣秀吉と対立しておりましたが、越州の周りは秀吉に味方する加賀の前田利家、越後の上杉景勝、飛騨の金森長近に囲まれて袋のネズミ同然でございました。このような危機を逃れるためには、浜松にいる徳川家康に信長の子信雄を擁立して秀吉を討ってもらうこと以外に方法はありません。ところで成政は家康と連絡を取ろうとしても、周囲は全て敵国です。残されたただ一つのコースは、人的未踏の立山越えしかありません。時は雪深い12月、成政は密かに104名の兵を率いて富山城を出発し、立山ザラ峠を越え、関南深紅の末、大町にたどり着くことができました。大町からはツアーを経て、浜松の家康を訪ね、秀吉打倒の兵を挙げることを頼みましたが、家康はこれに応ぜず、成政は虚しく再び雪深い南路を大町から富山へ引き返した。